前回あの科学のミュージアムショップの紹介でもちょっとだけ触れたんですけれども、科学のミュージアムショップってあの展示物をこう写したポストカードをすごいたくさん取り扱ってるんです。というのがこれ今ここを乗り切れてないんです。さらにそうなんです、私も今こう思ってるんですけれども、さらにこんなにありまして、かなりの枚数取り揃えています。当館が、科学は日本館と地球館の展示室2つの建物に分かれているんですけれども、そちらの展示室の中から、いくつかピックアップしてこのような形でポストカードとして販売をしております。こちらね、ぜひミュージアムショップ来た時にも手に取ってもらいたいなというのと、これあのオンラインショップの方、ミュージアムショップのオンラインショップの方でも購入できますので、ぜひウェブの方からも確認してみてください。たくさんあります。はい、で今回はですね、こちらのポストカードの中から私の厳選のこちら4枚展示に関わる展示フロアをご紹介していきたいと思うんですけれども、これ皆さん見てどのフロアか分かりますか？分かります？これハッシー、これこれは恐竜ですかね。あ、そうです。と言ったら恐竜でしょう、はい、ということで今日はこちらです。はい、地球館の地下1階恐竜の謎を探るこちらの展示コーナーをライブ配信でご紹介していきたいと思います。じゃあ早速いいですかね。大丈夫です。でもうなんか今日はねちょっと特別仕様ということで、ナイトミュージアム会に暗くないですか、ね、いつもの雰囲気と違う展示室をご案内していけたらなと思っています。はい、裏で何にも映らないのでちょっとライトをつけます。見えるかな？見えますか？大丈夫ですか？あー、恐竜の部屋、皆さん私たちも大興奮です。嬉しい、頑張ります。じゃあ早速、はい、こちらね、恐竜の謎を探るコーナーです。現代の爬虫類と鳥類は全く異なる生き物ではありますが、恐竜の研究を通してその進化の連続性が次々と明らかになってきています。でこの展示室はこの後あの中をご案内していきますが、竜板類と鳥板類、大きくこの2つのコーナーに分かれて展示されておりまして、それぞれ場所が少しずつ分かれて展示されています。で早速入っていただくと、まずこちら左手に見えるのが恐竜学入門、発見から復元まで恐竜化石が発見されたら、なんかロマンありません？なんかワクワクします。この見てください、この誰かが運よく恐竜の化石を発見したとしよう。発掘、クリーニング、研究、骨格の復元、そして博物館に展示されるまでの道のりをバンビラプトルという鳥に近い恐竜を例にこれから皆さんと辿っていきたいと思います。なるほど、実際に発掘して恐竜を見つけた気分で見ていただける、はい、ということですね、はい、こちらからですね、発掘されてから博物館に展示されるまでのこの経緯、ルートをですね順を追って展示しております。今日すべてねあのご紹介しちゃうと展示に来るのが気に入らなくなっちゃうので、雰囲気をお伝えできたらなと。これ私たちが見てもかなり興味深いですよね。興味深いですね。発掘されて次がクリーニング。獣脚類の恐竜の体は全身が300個ぐらいの骨でできているそうです。なので延べ5000時間にわたる顕微鏡下での辛抱強いクリーニング作業、そういう作業を行って全身の約 90% の骨を得ることができると。なかなかちょっとこの数字だけで見ちゃう。
とてもしびれますよね。大変な道のりですね。でこのように記載されて4番が系統進化の、いや、そうですね、記録ですね。で実際に記録をもとに復元をされて実際に最終的に博物館に展示されるという流れになります。バンビラプト、バンビラプトですね。はい、でぐるっと回ってきた、ちょっと右手見えますか、こちらのパネル。先ほどの冒頭で少しご案内したんですけれども、この展示室、今私たちこの入り口あたりにいるんですけれども、このように展示のエリアがこう2つに分かれています。これが、先ほどご案内をしたこの中央のすり鉢状のこの 円形の部分には流板類で、周りがこのように長板類の、展示、恐竜を展示しております。はい、はい、これから見ていきましょう。はい、順番に見ていきましょう。ツイッターとかでね、よく写真載せてくださってるのを拝見するんですけれども、これはなんて恐竜ですか。こちらはデイノミクスという恐竜です。活発な生態を持った小型の肉食恐竜で、肉食なんですか。はい、こちらもぜひ展示室に来た時にご覧になってください。ではここからが本番です。橋、後ろをちょっと振り返ってみてください。いきます、はい、ぐるっと回って、みんなさん、ちょっと暗いかな、見えますか。ちょっと暗いけど、見えるかな。見えますかね。今ご覧いただいているのが、こちらが当館の恐竜の展示室になります。まず目に入ってくるのが、この右手にいるのが、展示されているのがこちらがですよね。こちらはアパトサウルスという恐竜です。これはお尻の部分なんですかね。あ、そうです、頭が奥の方に暗いから見えないかな、ちょっとだけ見えるかな。これ尻尾なんです。尻尾もすごい長くて、お尻があって尻尾、はい、ちょっと暗くて見えない、すごい遠いから、ね、なかなか大きなので、ここで頭の方に回ってみましょうか。なんと全長が18メートル。18メートル、全長18メートル。どうやってこれを展示室に運んだのか気になりますね。すごい大きさですね。流板類の恐竜で、主に植物を食べていたそうです。続けて次にこちらは、皆さんご存知ですよね。これは私でも知ってますよ。じゃあ、お願いします。これはティラノサウルスですね。そうです、こちらティラノサウルス、この復元骨格はバッキーという愛称で親しまれているティラノサウルスで、当館の、科学の特別展の特別展恐竜博2011の時に目玉展示として科学にやってきた個体です。ポイントが、ちょっと近づいていただくと、はい、なんか恐竜ってこう、なんか立った状態で上からこうガオってやってるようなイメージあるんですけども、そうですね、ちょっとこれスタイル違うの分かりますかね。なんかちょっとしゃがんでるんですか。そうです、実はそれがすごくポイントで、この手前にあるこの極端に短い前足、これがすごいポイントになってます。というのは、これは諸説あるんですけれども、しゃがんだ姿勢からこう立ち上がるためには、短い前足を地面につけてこう重心を前にこう移動させなくてはならなかったという説があるんです。で、当館ではこの短い前足が低い姿勢から立ち上がるときに補助的に使用されたというこの仮説に基づいて、2011年に世界に先駆けて制作した展示になっております。
最新の学説に基づいてこのように展示を更新を重ねております。すごい、なんかいいですね。なかなかこの角度で見ることがないですよね、明るい時。すごい。はい、で実はね、その先ほどの2011年に当館にやってきたと伝えたんですけれども、実はその2011年前以前はどの、 展示がされてたのかというと、実は今地球館3階の親と子の探検広場コンパスというエリアに展示されているティラノサウルス、スタンという愛称で親しまれていたティラノサウルスがこちらに展示されていました。なのでぜひね、こちらの B1 の展示室見た後にぜひ地球館3階の方にも、ね、足を運んでいただけたらなと思います。はい、ぐるっと回っていただくので横から見ても迫力が、怖くない、あ、怖くないです。もう撮影に集中しちゃってまして私これ一人でね、撮影してたらめっちゃ心細いんですよ。走って心強いです。さっきバレリーナみたいな格好して撮ってましたバランス取りながらで、ね、先ほどこれちょっとお見せした、これ見えますか？見えてます。ミュージアムショップで販売しているポストカードの中にもこちらティラノサウルスのポストカード販売しております。かっこいいですね、はい、ポストカードね。後ろ無地になっているこういったデザインです。カードのロゴも。そうですね。ね、こちらもぜひ手に取ってみてください。はい。ではティラノサウルスの横。小さい。あ、これはキーパチという恐竜ですね。こちらは。2015年のリニューアル時に追加された標本です。全身骨格の、この全身骨格の下に、実は巣があるんですね。巣の上に全身骨格を配置し放卵している状態で展示をしております。あ、よく見ると卵の形が残ってますね。はい、ちゃんと巣が再現されている。そうです、コメントくださってる絵はがきなら100円ですね。そうです、こちら1枚100円で販売されております。見せてどんなにするんですか。ちょっとこちら階段の上のエリア、今ちょっと感染拡大防止のために一時閉じているんですけれども、ちょっと今日は特別に足元暗いので気をつけてくださいね。実は展示室内にこう階段があるっていうのもなかなか珍しいですよね。上がっていただくと、さっき見えなかったアパトサウルスの頭の方が上に上がってもちょっとやっぱり大きいですね大丈夫ちょっと分かりました。はい、こちらアパトサウルスね、さっき下からだとちょっと見えなかったんですけれども、このように階段上がっていただくと展示室をこう上からご覧いただくことができます。なかなかね、このアングルも見ることがないので、もう上がるところ好きですって言ってくださってる。ありがとうございます。ありがとうございます。この角度からなかなかこんな大きな風流見れないですよね。見れないですもんね。こちらもいいね。全長どのくらいでしょうかと見えてきてますよ。そうですが、全長が18メートル。18メートル、はい、なんでもうあの先っぽから先っぽ、ここまで、こっち来ると尻尾が逆に見えなくなっちゃいますね。尻尾。で、私ちょっと後ろをこう、はい、下を見ていただいて、下を見てください。下ですか？
これちょっと高いところ苦手な人厳しいかもしれない。下、あ、下になんかあるよ。見えますかね。はい、反射しちゃってる。ちょっと反射しちゃってますかね。これ足元に見えるのはティラノサウルスの頭骨の標本です。ティラノサウルスはの頭は左右合計で約40個の骨でできているそうです。このような形でティラノサウルスの全身骨格見てからこう頭骨のね展開の形を展開のすごい複雑なパーツで構成されてるんですね、はい、見ることができます。電波、はい、電波が、皆さん電波どうですかね。聞こえてますかね。大丈夫かな。多分大丈夫かな、はい、はい、続けさせていただきます。次に行きましょう、はい、では階段を降りて、もし気をつけてね、はい。すごい嬉しいです。どんどんね、コメントをください。はい、はい、ここにまた別の恐竜が、はい、こちら、あ、さっきちょっとポストカードで、ポストカードチェック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 、あ、これですね。こちら見えますか。あ、同じですね。はい、こちら手前が、スコロサウルス、そして奥がステゴサウルスの標本がこちらに並んでいます。で、もうこの状態だけでもかなり大きい恐竜だなって感じるんですけれども、全長 4.1 メートルあるんですが、実はこの個体、どちらの個体もまだ成長途中で体が小さい方。これで小さいんですね。これで小さいんです。え、大きいのにも十分、ね、なかなかそういった状況ね。ステゴサウルスすごい人気ですね。コメントめちゃくちゃ来てます。ステゴサウルス、あ、皆さんステゴサウルス大好きなんですね。夜の博物館楽しいです。ありがとうございます。なかなかね、恐竜は夜見ると迫力があるね。うん、ありますね。手前のが、手前のがスコロサウルス。スコロサウルス、はい、こっちがスコロサウルスですね。スコロサウルスです。よく映ってますね。スコロの尻尾も好きです。スコロの尻尾。尻尾。尻尾。尻尾見えますか？尻尾。何キロじゃないんですよ、これ。よいしょ、尻尾の先っちょがこうなってますね。堪能していただけましたでしょうか。確かにライトが当たってすごい影が神秘的ですね、うん、もうライトの角度が変わるとこう影も動くので、なんかまるで動き出しそうな、動き出しそうな、本当にリアルナイトミュージアムの、ナイトミュージアムですよ。はい、スコロサウルスとステゴサウルスでした、はい、はい、では箸ぐるっと回っていただくと、ティラノサウルスの向かって展示されているのは、これは、これはトリケラトプス。トリケラトプス、トリケラトプスの全身復元の標本。いや、大きいですね、これもまた。これも大きい。画面に。アパトサウルスの尻尾。あ、はい。ここに尻尾が。向こうから伸びてきてますね。大きい。すっごい大きいんで。全身が入らないんですけど、これ。はい、大きすぎて。あ、皆さんやっぱトリケラトプス人気ありますね。ぬいぐるみ抱きながら見てくれてますよ。600万年ほど前に北アメリカに生息していた角竜の一種です。学名は3本の角を持つ顔という意味で、鼻の頭についた角はさほど大きくはないんですけれども、この目の上についた2本の角は太く長く斜め上の方向
方に伸びています。見えますかね。見えますかね。いや角が全部入らなくて迫力がすごいです。マグカップ愛用してます。 あれですかね、前回ご紹介したの、紹介した人気上位ですね。はい、ですね。でこの、復元骨格の一個あのティラノサウルスに注目いただきたいポイントがありまして、実は今までのトリケラトプスは恐竜であるにもかかわらず肘を胴体の横にこう突き出して復元されることが多かったんです。肘ですか、はい、ですが、はい、日本人による研究の結果、トリケラトプスは前足の甲を横に向けてこうつま先、指先でこう立って小さく前習いをするように、肘を横に突き出さずに胴体の真下に伸ばしていた、胴体の真下に伸ばしていた、胴体の真下に伸ばしていた、はい、ということが分かってきました。なので当館はその最新の研究に基づいて、こちらもティラノサウルスと同じく2011年に世界に先駆けて公開しました。あ、恐竜好きと息子さんからコメントいただいてありがとうございます。ありがとうございます。こちらもなかなか迫力あるんですが、もう一つこの展示室の中でかなり貴重な標本、貴重な標本、これよりも、はい、ぐるっと回っていただく と回るとこちら壁面に展示されているのも、こちらもトリケラトプスです。こちらはトリケラトプスの三畳化石、あまり聞き慣れないですかね。三畳化石、はい、三畳化石という、これは、尾以外の大部分が実物の骨格です。全部実物、あの尾以外全部実物です、ね、実物ですか、なかなか本物ですかこれ。はい、実はこ の右半身の骨格なんですけれども、頭から腰までがほぼつながっていて、こう手足もねしっかりあり、尾以外の大部分が揃った1個体分の実物化石です。これが全部つながって出てきてた、はい、全部ほとんど、そうなんです。このあのかなり状態が良くて、頭と胴体がつながった状態で見つかったものは、この化学を含めてこれまでにも2回ほど見つかっておらず、この標本は世界的に見ても非常に状態がいいものと言われています。どうしてこういう風に発見されたんですか。気になりますよね。気になります。これちょっとイラスト見えますかね。はい、この標本は、体の右側を下に横たわって泥の中に、埋まっていたそうです。なので発見した時には、先にこう地表に露出していた左半身は風化によってほとんどなくなってしまっていた。あ、そうだったんですね。はい、しまっていたんですけれども、右半身は泥の中にこう埋まっていたことで、奇跡的にこのようにかなり状態がいい形で、いろんな奇跡が積み重なって残ってるんですね、はい、残っていたんです。なのでかなりこれもね貴重です。貴重ですね、その奇跡で今に残る化石、はい、こちらもぜひ、ね、ご覧ください。あ、でさっき私トリケラトプスの時に紹介して忘れてしまった、はい、こちらも全身復元骨格標本の方の写真、こっちの子ですね、はい、ポストカードで販売しておりますので、こちらも要チェックですね、これはです。はい、いろんなポストカードがあるから、自分が気に入った展示のやつを持って帰るから、うん、すごくいいね、気に入ったものをね、手に取ってみてください。一緒に埋まりたかったってコメントすごいトリケラトプス愛がすごいです ね、はい、ね、はい、次こちらですね、はい、見えますかね、こちらの展示、これはなんか色がこれ
白と黒に分かれていますけどね。はい、そうなんです。こちらが、パキケファロサウルスという恐竜で、この今ハッシーが質問してくれたこの色が違う理由って、ちなみに何だと思いますか？何だろう。あえて変えてるんですよね、色を。そうです、意味がある。展示で何か意味があるのか。実はこのパキケファロサウルス、首から後ろの茶色い部分は、茶色い部分が実物化石なんです。茶色い部分が実物化石。はい、実物化石に注目しやすいように、この復元した部分は全て白く塗っています。じゃあそれで見てどこが本物の化石かっていうのが一目で分かるようになるんですね。そうですね。でもなかなかね、この展示方法を世界的に見てもかなり新しい試みということで、全体的に見るとこう実物部分少ないんじゃないかなって思われるかもしれないんですけれども、現在のパキケファロサウルスの中では世界で最も実物部分が多い標本とされています。こういった展示方法もポイントになるかなと思います。白いですね。はい、そしてこちらが最後の展示。最後の恐竜、こちらが、これも高い、大きいですね。大きさが違う恐竜が2体いるのかな。そうですね、これ親子とされていて。親子なんですね。こちらがピパクロサウルスの親子。でも大きい方が、はい、頭は入らないですね。ピパクロサウルスがですね、カモハシ竜仲間、カモハシ竜の仲間で、カモハシ竜とは、白亜紀後期にアジアと北アメリカを中心に繁栄したハドロサウルス科の長脚類です。カモのこのくちばしのような、ちょっと見えづらいですかね。ちっちゃい方に見えるかな。カモのくちばしのようなところがポイントで、その名が付けられたんですけれども、くちばしの奥にはデンタルバッテリーと呼ばれる歯の塊を持っていました。なので効率よく植物をこう食べることができるようになっていたと言われています。こっちの方が大きいですね。はい、こちらカモハシ竜の展示です。鳥の口のような形をしてるんですね、カモの。めちゃくちゃ可愛い。口ばしが可愛い。カモっぽい。ということで、今回ご紹介したのが、地球館の地下1階にある展示室ご紹介してまいりました。こちら恐竜の謎を探るという展示コーナーをご紹介してまいりました。いかがでしたでしょうか。皆さん、なんか見足りないところとかありませんかね。また今後もね、科博ミュージアムショップでこう販売されているこのポストカードをきっかけにおめぐる科博のナイトミュージアム配信してまいりたいと思いますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。それでは、はい、本日の配信こちらで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、夜の動物たちを見に行こうかなと思います。なんか地球上に哺乳類って何種類いるかご存知ですか？迫力がある剥製たちですね。そう、三色キムネオオハシ、おー、ジャイアントパンダってこの後ろ姿がね、たまらない。